西城秀樹を襲った二度の脳梗塞。絶望の中で光があった。待ってくれてる人たちがいるからこそ頑張れるという。今僕の心の中はいつも風の香りを感じていたい。いつも優しさを感じていたい。さよならと涙の重さを感じていたい。そしていつも熱い炎を抱きしめていたい。限りない時の中へ僕の旅は続く。ありがとうの気持ちをいつも大切にして、そしてあなたと共に明日の中へと歩き続けたい。っていう言葉が できたのは僕たちからだから、あ、これがアイドルかという感じですね。全然アイドルになるとも思ってなかったですね。やっぱりあの本格的な、ま、その歌手になりたいというのはあったんですけど、気がついたらアイドルだったという感じですね。はい、白いストリートのチャイナドレスに焼けつくような恋、切なく忍ばせ、寂しいそぶりも嘘と知っていながら、お前の虜だよ。言わせるな好きなんてこの俺に今さら照れるぜ。傷だらけのローラではもう一つの秀樹の代名詞、絶叫が生まれる。半端な夜じゃ恋は眠れやしない。熱い炎だけ朝まで燃やし、泣けよ俺のこの胸で。死ぬ気で乗れよ。ザ・ベストテンでは最高得点9999点を2回獲得、9週連続1位に輝いた。恋を焦らしてるお前の背中、突き抜けるぜ俺、夜まで待てない。若いうちはやりたいこと何でもできるのさ。ヤングマン一人のハイウェイ、無
伸ばしてみても恋しい胸はもうダイナマイトさ。秀樹は香港や中国でもコンサートを開催、アジアでも名声を博した。平成13年には19歳年下の女性と結婚、まもなく長女が誕生、秀樹は47歳で父になった。言葉で言うと神様ありがとうっていう感じでしたね。本当に秀樹は順風満帆だった。しかし結婚から2年後、光るナイフさえ折れちまうような、熱いこの俺さ逃がしはしないぜ、危険な女と噂聞いているのに、お前の虜だよ。言わせる好きだってこの俺を今夜は決めるぜ。半端な夜じゃ恋は眠れやしない、やっぱり大きな病気もした後だし、50から60この10年間っていうのはやっぱりこう人生のうちで一番こう大事にしたい、10年ですよね、悔いなく10年間しっかりやりたいっていう感じですね。秀樹かーわー秀樹どうでしょう。泣くよ俺のこの胸で、脳梗塞の再発、症状は一度目よりひどくなっていた。声帯の神経に異常が出て発声が思うようにできない。右半身麻痺の後遺症も残り、右足は自由が利かず鉛のように重い。一時は自殺さえ考えた。だが秀樹は家族に支えられ前を向いた。いや前向きも もう受け入れないとしょうがないから、もうあと進むしかないんですね。落ち込んだら死んじゃうね。死んじゃったらダメだから、それでやる気がなくなっちゃうから、やる気を起こさせないと自分に。前と違うんだなと。だからじゃあ今できることは何だろうということから始めようと、そういう切り替えが180度変わったということ、やっぱり家族が一番ですね。待ってくれてる人たちがいるからこそ頑張れるという、そういうのがこう全てですね、こう積み重なって、そう、今までの僕はフルオーケストラでバンドがあってやってたけど、ピアノだけでもいいじゃないかと。それがすごいシンプルで好きですね。だからそのコンサート会場、球場もいいけども、球場よりもお宅の家に行って歌うよと、そういうなんかこうあったかい感じがこうやりたいですね。3度目の人生に挑む西城秀樹。あの日私たちを熱狂させた情熱で再び花を咲かせるに違いない。やるな、イエーイ。